ある晴れた日、さよちゃんがお散歩をしていると、知らない女の子がしくしく泣いていました。どうしたの？何かあったの？ぐすん、ぐすん。大切にしていたビー玉をなくしちゃったのだ。お母さんからもらったとっても大切なビー玉だったのだ。まあ大変。一緒に探してあげるね。こうしてさよちゃんとずんだもんちゃんはビー玉を探す冒険の旅に出たのでした。もしかしたらお空の雲の中に隠れているかもしれないのだ。さよちゃんとずんだもんちゃんは大きな鳥さんにお願いして背中に乗せてもらいました。そうして青い空へと飛んで行きました。うわあ、風がとっても気持ちいいね。気持ちいいのだ。雲がもふもふ、ふわふわだね。綿あめみたいなのだ。二人は雲をちぎって食べてみました。それはほんのり甘くて優しい味がして、二人はとても幸せな気持ちになりました。だけどずんだもんちゃんのビー玉はお空の雲の中にはありませんでした。もしかしたら海の中に沈んでいるのかもしれないのだ。さよちゃんとずんだもんちゃんは大きな亀さんにお願いして深い海の底へと連れて行ってもらいました。うわあ、綺麗な貝や魚さんがいっぱいだね。キラキラゆらゆら踊っているみたいなのだ。あ、なんだかお歌が聞こえるよ。人魚さんなのだ。さよちゃんとずんだもんちゃんは人魚さんの美しい歌を聞いてうっとりとしたいい気持ちになりました。なんだかこのまま眠ってしまいそうです。いけない、寝たらダメだよ。ビー玉を探さなきゃ。さよちゃんたちは眠いのを我慢してビー玉を探し回りました。でもずんだもんちゃんのビー玉は海の中には見つかりませんでした。もしかしたら地面の中に埋まっているのかもしれないのだ。さよちゃんたちはもぐらさんにお願いして大きくて深い穴を掘ってもらいました。そうして穴の中に飛び込んだのです。うわあ、真っ暗で何も見えないや。見えないのだ。あれ、なんだか足が高いよ。これは温泉なのだ。さよちゃんたちは地面の奥深くを探しているうちに温泉を掘り当てたのでした。そうして一緒に温泉のお風呂に入ったのでした。あたりはいつの間にかもう暗くなっていて、お月様とお星様が出ていました。ふう、あったかくて気持ちいいね。気持ちいいのだ。お外で入る広いお風呂大好きなのだ。今日はいっぱい冒険したね。いっぱいいっぱい楽しかったのだ。でも地面の中にもどこにもビー玉はなかったね。なかったのだ。あれ、ずんだもんちゃんの着ていたお洋服から何かこぼれ落ちたみたい。わあ、これはビー玉だよ。キラキラしたビー玉だよ。どうして、なくしたはずなのに。ごめんなさいなのだ。なくしたと言ったのは嘘なのだ。ビー玉は最初からずっと持っていたのだ。さよちゃんとお友達になりたくて嘘をついたのだ。そうだったのね。嘘なんてつかなくてもお友達になろうよって言えばよかったのに。自分に自信がなかったのだ。僕は臆病者なのだ。ごめんなさい、さようなら、なのだ。くそ、待って。ずんだもんちゃんはさよちゃんが止めるのも聞かず、あっという間に走って逃げてしまいました。そしてずんだもんちゃんはこの時以来二度とさよちゃんの前に現れませんでした。さよちゃんはずんだもんちゃんの残していった小さなビー玉に時々話しかけます。ずんだもんちゃんと一緒に冒険できて私とっても楽しかったよ。こんなビー玉ずっと見つからなければよかったのに。ずっと。さよちゃんとずんだもんちゃんが一緒に過ごした時間はたった一日でしたが、さよちゃんはずんだもんちゃんのことがもっと長い時間を共に過ごした一生のお友達のような気がするのでした。